インターネットソサイティ、インターネットソサイティ、アイサック、アイソックは1992年に設立された国際的非営利組織でインターネット関連の標準、教育、方針についてリーダーシップを提供している。その目的は全世界のあらゆる人々の利益のためインターネットのオープンな開発、進歩、利用を保障することである。 ワシントン DC とスイスのジュネーブにオフィスがある。130以上の団体と5万5000人以上の個人が参加している。会員は地域ごとや関心ごとごとに支部を設立している。世界中に90以上の支部がある。インターネット協会、インターネット学会とも、アイサックは1992年、インターネットの成長に関する活動主体となる。 組織構造を提供するため正式に設立された。ビントン・サーフ、ロバート・カーン、ライマン・チェー・エッピンが発表したアウン・シング・ザ・インターネット・ソサイティという文書にインターネット・ソサイティ設立の理由が示されている。その文書には次のように当初の考量が記されている。東京会は非営利組織とし、次のような国際的な教育的、事前的、科学的目的に沿って運営される。 インターネットエンジニアリングタスクフォースなどのインターネット領域の様々な団体は法的には公式な組織とは呼べない状態であった一部は現在もそうであるそのため財政面のサポートや組織構造の面でのサポートの必要性が強まったインターネットソサエティはインターネットの発展のために重要なサポート構造を提供し活動を促進するために非営利の教育団体として 設立された。インターネットソサイティは IETF の上層団体である。インターネット標準を含む IETF のすべてのリクエストフォーコメンツ文書の著作権はインターネットソサイティが有している。足し、配布は自由で無料。しかし別の見方をすれば、アイサックは IETF から派生した団体であり、企業組織としての構造が必要な各種活動を サポートするために生まれたとも言える。実際、IETF の事務局はがになっていたが、クンリーの活動資金を提供していたアメリカ国立科学財団は1991年までで資金提供を打ち切るとした。そのため、インターネットソサイティが新たに設立されたという面がある。クンリーはインターネットソサイティの運営面の母体となった。2012年。 インターネットソサイティは20周年を迎え、インターネットの伝道を創設し、インターネットの発展と進歩に重要な貢献をしたと一般に認識されている人物を毎年表彰する子にした。インターネットソサイティは、標準化、社会政策、教育の主要3分野での様々な活動を行っている。標準化活動は、インターネットエンジニアリングタスクフォース。 インターネットアーキテクチャ委員会、インターネットエンジニアリングステアリンググループ、インターネットリサーチタスクフォースを通して行われる。インターネットソサイティはこれら標準化団体の作業をサポートし促進している。インターネットソサイティはまたオープンで透明性のある合意に基づく意思決定についての理解を促進することに努めている。アイサックは ORG トップレベルドメインを運用しているの親会社となっている。アイサックは毎年開催される国際会議の講演団体として各種出版物やトレーニングセミナーに関わっている。アイサックのオフィスはバージニア州とジュネーブにある。社会政策活動としては各国政府や各種組織や市民社会や民間などと共同でインターネットの価値を高める政策の実現を 促進している。そういった面でのインターネットソサイティの基本的姿勢は次の文言に表されている。我々は世界中の人々が生活の質を向上させるためにインターネットを活用している世界を想像している。そのためには標準、テクノロジー、召喚集、政府の政策が技術革新や創造性や 商業的機会のためのオープンで誰でもアクセス可能な基盤を支えていく必要がある。インターネットササイティはインターネットガバナンスについての議論の場を提供しており、例えば世界情報社会サミットやにも深く関与している。教育の分野ではインターネット関連の最新の話題について実地訓練、セミナー、会議などを調整、提供することを目的としている。 例えば、各地域のインターネット組織のサポート、インターネット技術についての概要文書や、ホワイトペーパーの発行、インターネット専門家を開発途上国に派遣する、資金の提供など持っている。2012年に開催されたワールド IPv6 ローンチというイベントを企画、運営した。このイベントは、IPv6 への移行促進が緊急課題である。 ことを広く一般に知らせることを目的に Facebook、Google、Go Yahoo、赤米テクノロジーズ、主な ISP といった企業が賛同して実施したものである。インターネットソサイティは理事会が管理運営している。i サ a c の日本支部は1994年8月に発足し2009年頃まで一般財団法人インターネット協会が i サ a c 日本支部の役割を果たしてきた。しかし2009年に活動が停滞していたことから再活性化が必要な支部とされ、2010年からは学術、産業界の有志らにより一般財団法人インターネット協会とは別の形で再活性化に向きた活動が開始された。2012年8月にアイサックより正式な支部として再認定を受け、 IETF 報告会などの活動を実施している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。